さあ7番車増木卓平が上がって1番脇本雄太が下がります。今赤番を通過するところ、増木卓平脇本雄太を警戒しながら車を上げて、福島勢は下げるのか。ダッシュ周回2コーナー下がった福島勢、3番車清水博人は4番手に上がって、1番脇本雄太がここから仕掛けていきます。さあジャンマイから早くも1番の脇本雄太が仕掛けていくも、これは7番の増木匠がペースを上げる。脇本雄太現在4番手の外に浮いた。さあここは途中までのペースになった。1番の脇本が一旦下がって、ここは6番手に入った。迎え入れた9番小正優作。さあ7番の増木匠飛ばす番手、4番の吉田拓也いつも でも出ていく構えだ。3番の清水博人がまぐる。1番の脇本雄太まだ後方だ。3番清水博人3番手に攻める。番手から出る4番吉田拓也、番手から出た吉田拓也だ。そして外から3番が突っ込んで4番、3番吉田拓也番手から出ました。その難関の2人が上がる6番4番、第3周回4コーナー車間を切る3番新山恭平、後ろの出方を見ています。さあここは難関勢を抑えに行くも、3番新山恭平どうするか。内に入ったインコースをついていく1番の松浦雄二。さあここはややもつれた。2番手以降もつれて前に出たのは東北勢、1番松浦雄二は4番手。さあ難関勢後ろに追いやられたところで、2番車山田洋平ジャンで発進だ。3番新山恭平出させるのか。2番の山田洋平九州の2人が行った。下がって3番新山恭平、これは3番手、後ろは7番の森沢太。ここで1番の松浦雄二まだ5番手にいる。残り1周を切る。2番の山田洋平がスパート。後ろは5番の新井貴弘九州勢。2コーナーから3番の新山恭平のまくり、これを牽制する5番の新井貴弘ブロックするも、3番まくり切った3番新山恭平、追走7番の森沢太。松浦雄二は現在5番手から6番手、4コーナーもある。先頭は3番の新山恭平だ。後ろは7番の森沢太に抜きました。7番3番今日見せた難関勢、押し上げる1番車深谷智博、赤番を通過。4番酒井陽も踏み込む。さあ栃木コンビが踏み込むを、一旦フェイクをかけながら下げる4番車の酒井陽。そして9番車の新田雄大が外から上がってきた。新田雄大が現在4番手で上がって、そここは4番酒井陽を押し込んでいくのか。今ジャンが鳴っている。4番手もつれに4コーナーもある。1番の深谷智弘が先制攻撃マーク。5番の軍事公平、3番手固める7番の和田健太郎、4番手取った4番酒井陽、5番手9番の新田雄大、6番の大谷優真、8番手。今2コーナーからバックストレッチに向かう車間を切る5番の郡司公園。後ろの出方を見ながら200を切った第3コーナーで、後方から6番の大谷優真がいい足で上がってくる。現在4番手から5番手、4コーナーまで大きく車間を切る5番の郡司公園。粘る深谷智弘、粘る深谷智弘、後半車が遠いな。郡司公園、そして和田健太郎、まず動いたのは4番の清水博人。第3周回ホームストレッチ、さあカバンを通過していくところで、4番の清水博人が勢いよく上がって、さあ東北勢を抑えました。下がって7番の新山恭平、ここで1番の郡司公平が動く難関勢。2コーナーからバックストレッチ、内をすくって6番車の吉田拓也、救われて7番の新山恭平ジャンで外から攻めていきます。1番の郡司公平は一旦下がる。4コーナーもある。4番の清水博太がペースを上げる。清水博太が逃げる。外から行く7番の新山恭平、叩きに上がって残り1周を切っての1コーナー、4番車の清水博太、外に7番の新山恭平、この両者がファイトする。2コーナーからバックストレッチ、ここで郡司公平は動くのか、まだ動けない。6番の今度は吉田拓也が自力で発進。さあ2センターだ。7番の新山恭平前に出た。5番の森沢太、内外とさばきながら直線。7番の新山恭平先頭だ。粘る5番の森沢太だ。第3周回3コーナーで、ここで4番三谷勇気動きます。8番稲川翔を連れて、近畿の2人がまず動いて2センターから第4コーナー、先頭は1番新山恭平です。新山恭平が後ろの出方を見ながら、さあここは5番の増木匠が4番手の外にいます。今赤番を通過して
近畿勢強引に抑え込もうといったんですが、新山恐怖へ突っ張る、突っ張った東北ライン下がって近畿勢、ここで2コーナーから発進は5番の増木匠が踏み込んでいくも、新山恭平が全力で踏む、行かせない、出させない、増木匠、9番車の佐藤慎太郎がさばく、ブロックした、止められた、ここは増木匠もう一度行けるのか、下がった、残り塩切り1コーナー、東北勢のペースになりました。1番9番6番増木匠交代、4番手2番の吉田俊平切り替える、3バックストレッチ、3残り 200m ラストスパート、新山恭平かかっている、かかっています。番手は9番の佐藤慎太郎、3番手固める6番和田圭、直線勝負、1番の新山恭平粘る、佐藤慎太郎が抜きました。9レース準決勝第1組、1番脇本雄太先頭マーク、7番古性優作、地元の6番松坂洋平3番手、地元ファンの声援を後押しに戦います。2番車和田健太郎が続いて、さあ動いた5番車の吉田拓也です。関東勢3車途中ラインが上がっていく、1番脇本雄太車を引きます。吉田拓也前に出て、今度は9番の犬伏雄也が動きます。今田召集会の1コーナーです。犬伏雄也が行く徳島コンビ、9番4番2コーナーからバックストレッチ、5番の吉田拓也3番手に引いて早くも行った、1番の脇本雄太もうジャンで行った、犬伏雄也はここは慌てて踏んでいくんですが叩かれました。さあ脇本雄太、マーク7番古性優作のこの2人が行く、9番の犬伏雄也は3番手です。4番手4番の小倉隆二、そして5番の吉田拓也が現在5番手、6番地元松坂洋平8番手、2コーナーからバックストレッチ、1列棒状です。全く後方は動けない、1番の脇本雄太全開で2センターから今4コーナーに向かっていく、車間を切る7番の古性優作、3番手9番の犬伏雄也が、1番の脇本雄太先頭ゴール。第10レース準決勝2組目、周回2センター6番5番ギリの2人が上がっていきます。先頭8番渡辺和成、1番深谷智弘3番手、さあ岐阜勢がまずは3番手に上がって深谷智弘一旦下げます。ここで2番の清水博人が上がってくる。さあ今打招集会に入って深谷智弘は7番手、先に動く6番の橋本勇気、岐阜勢8番の渡辺和也もペースを上げた、渡辺和也がペースを上げる、後ろは3番の森沢太志、今ジャンが鳴っている、岐阜勢はいけない、2センターで1番の深谷智弘がさあかましていく、8番の渡辺和也もペースを上げる、1番の深谷智弘さあ攻勢をかける、一気に来た難関勢、1番9番そして7番小原大輝、3番の森沢太志の動きはどうか、2コーナーで3番手を取った3番森沢太志、2番車の清水博人が渾身のまくり、2番手で上がった清水博人がまくってくる、ブロックスロー、落車があった、郡司公平森沢太志落車してしまった、2番の清水博人が伸びた、2番5番先頭1番車脇本雄太、マーク9番古性優作、1番9番近畿の2人、3番手かライン3車、東北勢5番新山恭平、2番佐藤慎太郎、6番の和田圭です。7番犬伏雄也が動くのか、2センター第3周回2センターです。犬伏雄也が上がっていく、中四国ラインがアウトコースから押し上げる、1番の脇本雄太は引きました、四国ラインが出て4番山口健也、中四国四国ラインの4番手に乗り換えて今赤門を通過、1コーナー5番新山恭平、2番の佐藤慎太郎、6番和田圭、東北勢が現在5番手から1番脇本雄太8番手です。2コーナーからバックストレッチ、さあダービーのジャンが鳴りました、7番石浦が果敢に先行勝負、さあ踏み込む犬伏雄也、ぐんぐんと加速する、1番脇本雄太まだ8番手だ、残り石を切った、残り石を切る、さあさあ加速する、7番犬伏雄也、番手3番の3番清水博人、車間を切った、5番の新山恭平、追ってからまくるも番手まくり、清水博人、 1番脇本雄太、ここから届くのか、まだ8番手だ、ライン終わった、3番の清水博人先頭、後ろも8番の香川雄介、清水博人が眠りか、外から4番が突っ込んできてきた、山口健也かどうか、
Oh, my God.